なってない態度だ。平社員の分際で、お前、俺が社長の息子だって知らないのか？俺の部署に社長の息子が加わった。いわゆる、コネ入社というやつだ。だが彼は、残念ながら、決して模範的な勤務態度ではない。社長の息子とはいえ、あなたの行動は目に余ります。社長の息子だからこそ、俺は意を決して注意するが、彼は逆上して、俺の襟首を掴んできた。どんな権利があって、俺に大口を叩くんだ？え？さらに彼は、俺に盾つくなら、首にさせるぞ、とまで言い切った。やがて俺は、理不尽な形で解雇されるも、それは、反撃ののろしに他ならなかった。お前、俺が誰だか知ってるの？社長の息子なんだぞ。俺は、大谷智博。大手製薬会社で、研究職をやらせてもらっている。入社してから10年近い歳月が過ぎた。そんな俺はいつの間にか管理職という立場を与えられていた。新入社員？ある日のことだ。うちの部署に一人の新入社員が配属された。名前は京一というそうだが、俺はあれ？と思った。社長と同じ名字か。少し調べてみると、京一は予想通り社長の息子。ただいわゆるコネ入社らしい。なんでも試験や面接すべてをスキップして入社したそうだ。嫌な予感がする。半ば被害妄想じみていると自覚しながらも、俺は言いようのない不安を覚えた。これは偏見かもしれないが、幹部や社長の息子とやらにまともな人間がいた試しはない。みんな幼少期から甘やかされて育ち、何不自由なく暮らしてきたから、どいつもこいつも世の中の中心が自分だと思っている傾向がある。いやいや、そういうことを考えちゃいけないな。とはいえ、これは俺の歪んだ考えだ。世の中にはそうでないパターンもたくさん存在している。第一、俺は社長の息子とやらと一度も会ったことがないのだ。どんな人間かも知らないのに決めつけるのはさすがによくないだろう。だが悲しいことに、その予感は的中してしまう。どうして指示に従わなきゃいけないんですか？彼は自分勝手なやり方でどんどん仕事を進めた。社長の息子という立場、それを意識しているのかしていないのかはわからないが、同僚や先輩に一切報告することなく業務を進めてしまうのである。報告、連絡、相談。それは社会人の基本だし、誰もが一番最初に習う部分だ。これを理解できない、身につけられない人間は、社会人失格と言っていい。だが、信じられないことに、京一はそのどれもが全くできていないのである。ここに来る前は、大手企業に勤めていたそうだが、それが本当なのかどうか、俺にはとても信じられなかった。当然、あちこちから苦情の声が出始めた。俺は上司に報告するが、やはり社長の息子という立場ゆえ、煮え切らない対応に終始されてしまう。社長の息子に強く言ったら、自分の立場が危うくなるのではないか。社長の不況を買ってしまうのはごめんこむる。誰だって自分が一番かわいい。そうなってしまうと、必然的に
京一に注意できる者はいなくなった。心の奥底で注意しなきゃダメだと誰もが理解している。しかしそれを実際の行動には誰も移せない。そして京一はそんな空気を読もうともせず、今日も自分勝手な仕事を繰り返す。まいったなあ。八方ふさがりになり始めている。俺はうすうすそのことを察し始めていたが、それでも可能性にかけてみようと思った。正直、俺だって内心関わりたくなかったのだが、できることなら京一がみんなの胸中を察するなり、冷ややかな視線に気づいて行動を改めてくれるのが一番だ。俺だって揉めたくないし、京一も嫌な思いはしたくないはず。分かってくれ。頼むから分かってくれ。俺の気持ちはもはや祈りだった。しかしそれもまた京一は容赦なく踏みにじるのであった。一体これは何の冗談だ。それから少し経った頃だ。部長が突然大慌てで俺を呼び止めてきた。え、この資料だよ。これは。部長が見せてきたのは少し前に京一が作っていた会議用の資料だ。中身を見た俺は愕然とする。なんだこれ。ひどいありさまだった。グラフの数字はめちゃくちゃだし、文章も誤字脱字だらけ。ここまでひどい書類は見たことがない。こんなものを作ったら怒鳴られること間違いなしだし、チェックや決裁を通してしまった上司の監督責任も問われるだろう。嘘だろ。こんなものが存在していること自体、俺は信じられなかった。さらに信じられないのは、ご丁寧に社長のハンコまで押してあること。え、なんで？俺はチェックどころか、こんな資料が存在していることすら知らなかった。今この瞬間に初めて知ったのだ。要するに京一は会社における決裁のやり方すら全否定してしまったのだ。こんなやり方がまかり通ってしまえば、そもそも会社という存在すら成立しなくなる。急いで確認します。俺はこれはどういうことなんだいと尋ねた。これはもう看過できないし、強い口調で注意せざるを得ない。だが当人は一切悪びれる様子なし。いちいちあなたたちに確認するの面倒くさいでしょ。それどころかさも当然のようにこう言い放つありさまだ。彼は自分が何をしたのか理解していないし、何か悪いことをしたという自覚もない。社会人として最低限必要な知識どころか、社会人と呼んでいい資格すらないように、俺には思えてしまった。面倒くさい？その通りです。まあ、会議の中身については、俺とは無関係なので、後の処理は頼みます。そして京一は人ごとのような仕草で立ち去ってしまう。こうなってしまった以上、今から直せる範囲で俺が直すしかない。やれるだけのことはやってみよう。とても完璧には修正できない。それでもやるしかなかった。使える時間はすべて使い、昼休みもすべて潰した。当然食事なんて取る暇はなかったから、エナジードリンクをがぶ飲みして空腹をごまかす。自分は
一体何をしているのだろうか。こんな無理をなぜしているのか。もし聞かれても、俺は答えられなかったと思う。ダメだ、これ以上は。結局、半分程度しか直せなかった。俺は叱責を覚悟したが、幸い会議では小言を言われるだけにとどまる。しかし、俺はもう限界に達していた。社長だからなんだというのか。このまま今日一のやることを放置したら、そう遠くないうちに大惨事が巻き起こる。しかも彼は社内決裁のあり方すら無視した。いい加減にしてくれないか？君のやり方で一体どれだけの人間が迷惑するか。俺は休憩中の京一を捕まえ、強い口調で注意する。その点をしっかり考えてもらいたい。うるせえな。だが京一は露骨に不機嫌そうな表情を浮かべ、あたかも自分が被害者であるかのような顔。お前、俺が誰だか知ってるの？社長の息子なんだぞ。そして京一は平社員の分際でぐちぐち文句言いやがって、会社をクビになりたいのかとまくしたてる。そんなことできるわけがないとは言えなかった。息子の書類を確認すらせず、平然と印を押す社長なのだから。それでも俺はさすがにそんなことはないだろうと思った。このご時世にそんなこと許されるはずがない。しかし俺は解雇された。信じられないし信じたくなかったが解雇されたのだ。俺はただただ失望した。京一のような人間を迎え入れる会社、その京一の話を疑いもせず受け入れ、社員を追い出す社長。ここにいてももう何もいいことはないな。俺の気持ちは完全に切れてしまった。この会社に残る理由、自分を殺してまで頑張る理由はもはや見つからなかった。終わりにしよう。俺は解雇という現実を早々に受け入れた。あとはどうなろうが知ったことではない。うん。それからしばらく経った頃だ。しばし心身を休めていた俺は、前職の会社についての報道を目の当たりにする。データの改ざん、その疑いがかかっているらしい。改ざんされたのは新薬候補のデータだ。どうにも不備が多かったらしく、調査が行われた末に意図的な改ざんが見つかったという。そんな、あの薬は俺が担当していたんだぞ。改ざんなんてあるはずが。俺は当然改ざんなんてしていない。誰の手にも触れさせなかったはずだ。あー、くそ。二度と関わるまいと思ったが、俺は前職の友人に連絡する。そして俺は真実を知るのであった。なんてこった。俺が退職に追い込まれた後、京一は部署の責任者となった。引き続きやりたい放題だった彼は、俺が投げ出したデータを好きなように改ざん、そして例のごとく社長の許可を取り付け、今回の報道につながったわけだ。久しぶりだね。それから数日後、俺は前職の会社を訪れていた。その親会社の役員と共に訪れたのである。そんな、どうして？応接室で社長と共にうなだれていた京一は、俺を見るなり愕然とする。眼前の光景が彼には信じられないようだ。実を言うと俺はあの後
親会社にスカウトされた。引き抜きの話自体は前々から来ていたのだが、抱えている案件を投げ出すわけにはいかず辞退し続けていた。だが無茶苦茶な形で会社を追い出された結果、もう断る理由はないと思った次第。今は役員をやらせてもらってる。だから今日、子会社の不祥事についての説明をお願いしたいと思ってね。そんな、そんな。京一と社長は、払いざらい、すべて白状させられた上で、解雇を通達された。今回の件を抜きにしても、彼らが重ねた悪行は、とても看過できたものではない。京一と社長に対する制裁は、それだけではない。データの改ざんによって生じた損害賠償は、すべて二人に請求され、彼らは財産のすべてを喪失。今では、親子揃ってアルバイトに明け暮れる悲惨な生活を送っているという。自業自得だな。だが、二人の末路を見て、留飲を下げる暇はない。今回の一件で、会社の社会的信用はガタ落ちとなってしまったのだから。だから今、俺は信用回復に全力を尽くしている。幸い、回復の兆しは早々に見え始めたから、このままちゃんとやっていけば大丈夫だろう。なんだかんだ世話になった会社だから、俺は前職を潰したくはない。気を抜かず、やるべきことをやっていれば絶対大丈夫。俺はそんな風に自分に言い聞かせながら、今日も未来のために頑張っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。